ありがとう。廊下を歩いているだけで知らない人もお祝いしてくれて少し照れくさいね。うん、手紙とたくさんのリンゴが届いていたよ。僕の実家は代々続くリンゴ農園でね、一年中いろんな品種を育ててるからこの時期も送ってくれるんだ。一人じゃ食べきれない量だったから学園の知り合いにもリンゴをあげてるんだけど、クラスとマジフト部のみんなに配ってもまだ残ってるんだよね。君の周りにももらってくれそうな人がいたら教えてほしいな。とっちゃとかっちゃじゃなかった。お父様とお母様、おじい様におばあ様、ひいおばあちゃんにおじさん夫婦とその息子も一緒に暮らしてるんだ。みんなで一緒にリンゴ農園をしてるの。それでも手が回らないぐらい広い農園なんだよ。近所の人たちも農家ばかりだから忙しい時期はみんなで協力し合うんだけど、そのおかげでみんな家族とか親戚みたいに来やすい感じ。一年で一番忙しい収穫時期が終わると慰労会があるんだ。収穫物やおかずを持ち寄ってお祭りみたいな大騒ぎ。もう丹下金ビー、あ、楽しいかな。実家の農園にあるリンゴの木は背が高いから大変かな。脚立の上り下りで結構疲れるよ。でも魔法が使えれば別、ほうきに乗って木から木へ移動できるからとっても楽に収穫できる。うちはおばあちゃんとひいおばあちゃんが魔法を使えるんだ。だから高い場所はいつも二人の担当。小さい頃僕も二人の手伝いをしたいなと思って毎日ほうきにまたがって飛び跳ねてたら、ある日本当に飛べたんだ。それからは飛行術が必要な収穫は三人でやってるよ。ヤギ肉タンゲメッキャコペダゴおじでまる。実家在だころは親蔵の近所だの大人も子供も集まって売ってバーベキューしたんだね。炭で焼いた塊のままの肉さかぶつくんだわ。荒げねくいがだでつっかどいっきゃ。あどそれだばりの野菜だっきゃヤグダゲで雨ぐなるはんで、なんもつけねえで食ってもタンゲメンだよ。あ、でも一番好きな食べ物はマカロンなんだ。かわいいよね。甘くていろんな味があって食べ応えはないけど。マジカルホイールかな。見た目が力強くて動作もパワフルなのにカーブではしなやかに動いたりして、小さい頃からすごくかっこいいって憧れてたんだ。近所に持ってる人がいたから時々乗せてもらってたんだけど、初めて乗った時は興奮しちゃってその日の夜は眠れなかったぐらい。はぁ、いつか自分のマジカルホイールを持ちたいな。マジカルシフト部だよ。最高に楽しいんだ。自分より大柄な選手に向かっていくのは興奮するし、ゴールを決めた時なんか超爽快。でも入部した頃は下手だったから、リスクを取り合う時によく怪我をしてさ、鼻と頬をすりむいた時なんかビルさんに自己管理がなってないってすごく叱られたよ。あんまりお説教されるから正面から挑むのはやめて相手の不意を打つようなプレーを練習したんだ。そしたらこの間僕を止めようとした選手を綺麗にかわすことができて嬉しかったな。しかもその後レオナさんが次の試合出してやってもいいって言ってくれたんだ。怪我をしてビルさんに叱られる機会も減ったし、入部した頃よりは成長できたと思う。ありがとう。でも大丈夫、僕根性だけは誰にも負けない自信があるんだ。小さい頃から見た目だけで弱そうなやつってからかわれることが多かったんだけど、年上にも強い相手にも諦めず挑み続けて最後にはみんな返り討ちにしてやった。そのうちに学校ではフェルミエンチの毒リンゴって呼ばれるようになったんだ。
見た目とは裏腹にしつこくて恐ろしいやつっていう意味なんだって。